はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。慶三様、ソロブルーマン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。イタリアンレストラン大久保バルさん、多様性とか寛容とかいろいろ言われている昨今ですが、嫌な思いをして働く気はないので、中国人韓国人はお断りします。入り口ドアのガラスにでっ深く書かれておりました。よっぽど両者の客で嫌なことがあったんでしょうね。だがそれを中央日報に嗅ぎつけられて、記事にされてしまいました。韓国人がネットで文句を言ってるとか、批判がとか、そういう論調でしたけれども、中央日報も不満たらたらなのは伝わってきますね。世論です。店内禁煙と同じじゃないの、店内禁煙にすりゃいいな、ノージャパンは良くてこれはダメなのかよ、マッチポンプみたいな流れ、それだけのことをしたんでしょう。韓国料理店や中華料理店も日本人お断りにしたらええんちゃいまんの、こういう店を認めるのも多様性、店主の自由、嫌なら来るな、嫌なら来なければいい、ノージャパンなんだからちょうどいいだろ、新大久保でやるとか相当嫌な思いしてんだね、暴力団お断りと何が違うのと、この店に早速日本改革党高等支部長藤川が行ったそうであります。うまかったって。東中野のあの中華屋さんのように日本人客が増える予感がいたします。あっちは嫌がらせの中国人がちらほら来たようですけれども、大久保バルさんのとこはどうなんでしょうね。嫌がらせ来てたらちょっとあれですね、困っちゃいますね。そういう連中来てるんだろうか。韓国内にはですね、日本人お断りって巨大な横断幕掲げてるゴルフ場とか、食堂とかいっぱいありますよ。日本人お断りの、店いっぱいありますよ。中央日報はですね、日本国内の韓国人お断りを報道するが、日本のマスゴミは韓国内の日本人お断りを絶対報道しないですね。ゴミゴミしい行動するからマスゴミって呼ばれちゃうんですよね。このゴミが、腹が立つなら韓国中の料理店や店でゴルフ場で日本人お断りにすればいいんじゃないの。つうか日本人入国禁止とかすればいいんじゃないの。それこそが正しい相互主義というものであります。もともとノージャパンつっての日本製品買わねえってやってたんだから、いいじゃんか、なんかの逆恨みで始まったんですよねこれね。輸出規制の話だったっけな。辺野古地盤改良工事をダンプの前に飛び出すなどして妨害していた72歳女性に巻き込まれ40代警備員の宇佐美さんが死亡した事件を受け、妨害側のオール沖縄が工事の全面停止を求めると記者会見、慎んでお悔やみ申し上げますけれども、宇佐美さんが亡くなったのは工事のせいじゃなくてお前らが妨害活動してたからじゃろ、何言ってんだって話ですよね。人が亡くなってんのにそれを出しに自分らの要求を通そうっていうゴミクズどもですこいつら。世論です。危険な妨害やめるんじゃなくてお前らが妨害やめたら何の問題もないよな、工事車両が出入りするところにお前らがいるのが悪いのでは、いやお前らのせいで亡くなったんやで、自分たちの妨害工作には一切触れない、こういう危険な集団を排除するのが先、まるで自分たちが被害者であるかのように、自分らの工事妨害のせいなのに工事が悪いって遺族が聞いたら怒りそうですね。なんか岩をね、頼んでもねえのに蹴っ飛ばして骨折して岩が悪いって言ってるような、めちゃくちゃ言ってますよねこれ。あくまで俺は悪くないって態度に呆れちゃいますけどね。人間性最悪ですね。こいつらを人間と呼ぶのもどうかと思われます。これが基地反対派の正体ですよね。日本人の敵、日本の敵の正体は人間じゃなかった。この言い分には腹が立ちますね。日本政府、個人消費の伸び悩みで経済成長率予想を 1.3 から 0.9 に下方修正。消費すれば消費税っていう1割の罰金取られますからね、なるべく消費せずに
自民党と企業に復讐しないとなーって。世論です。物が高くて買えない、小売店の倒産もちらほら見えてきた。消費税をどんどん上げ続けた結果、増税で使える金が減ってんだから消費が減るのは当たり前だろう。消費税下げて消費させないとスーパー潰れる。捨てるのに苦労するから物は増やしたくない。増税しといてなんで消費が増えると考えてんだ。健全な経済成長は 2.0% 前後って言われておりまして、人は工夫する動物なんで、政治が余計なことしなければ、放置すれば、創意工夫してそんぐらいは成長するって言われてんですけど、それが 0.9 に落ちたっていうのは、半分になっちゃったのは明らかに少子化対策名目で国保税増税するのと再エネ付加税3倍増のせいですよね。つまり自民公明が余計なことして悪性して自然な成長を、妨害してるっていうね。トヨタの会長でさえね、今の日本は頑張ろうという気が起きないって言ってるぐらいの閉塞感ありますね。それもこれもですね、実質税負担率 47% の重税のせい、増税したがる財務省をぶっ壊してですね、減税考える時期に来てますね。コラボみたいな怪しい税金徴収をデトックスする必要がありますね。で、徹底的に無駄な支出減らしてですね、減税する時期に来てんじゃないですかね。ドランクドラゴンの鈴木、48歳、テレビのギャラが異常に下がってきている。それだけだと食っていけないんですよ。営業しないと食っていけない。天下取ってる人だけ高い。つまり司会とかその辺だけ、高いのか。世論です。今までのギャラが異常に高すぎたんでは。今のタレントはなんか食っておいしいおいしい言ってるだけ。そりゃ視聴率が20年前の3分の1とかになってるし、需要がないってことだろう。さらば青春の光の2人が YouTube 番組出演のギャラがアメトーク10回分って言ってたもんな。どの世界でも同じで、代わりのいる人材は安い。制作費不足で削れるとこから削れる。見られてないんだから払えないよ。テレビ局はどこも厳しいんですけどね。日テレだってですね、何年連続視聴率民放1位とか株主総会で威張ってたんですけども、経費を150億円増やしたら売上が60億円増えましたなんてめちゃくちゃバカなことを言ってましたよ。お前それ利益が90億円減ったってことじゃないのかって誰も突っ込みませんでしたけれども、異常に下がってるって言ったって今までが高すぎたんじゃないの。あと芸人の人数多すぎてアメトークだって10人以上は出るじゃないですか。したら頭割りなんだから1人当たりは減っちゃうんじゃないんですか。有名 YouTuber はですね、もうテレビに出ない、出てもらえない。なんでかっていうとですね、テレビの収録拘束時間がめちゃくちゃ長いんですよ。8時間10時間拘束はザラであります。この時間で動画2本撮れてたなって考えると、テレビの仕事来ても引き受けないですよね。今後は確実に YouTube の方がでかくなる、テレビより偉くなる、もうなりつつありますけどね。アメリカ民主党議員37人がバイデン大統領に大統領選からの撤退を要求。次出んの不出馬要求。バイデンは温度を取ったペロシ元下院議長に怒り心頭だそうであります。日曜に正式に撤退表明って聞いてましたけれども、昨日の時点ではですね、本人はやる気だったみたいですね。世論です。民主党の内ゲバは日米共通、民主党と分裂か。ちょっと目を離したらすぐどっか行っちゃうからだぞ。ペロシ84歳が自分より年上だから、高齢だから引退しろって言われると余計怒る。予備選で勝ってるのに降りろはないんじゃ。予備選で自分たちがバイデンを選んだんだから責任持てよ。もうすぐ自力で歩けなくなる。内紛状態で民主党は末期的症状。免許返納に意地でも応じないじいさんのよう。昨日の時点ではですね、日曜に正式発表。候補を決めるためカマラ・ハリス含む 数人で公開討論会って話をですね、バイデン知らなかったみたいですね。怒ってるってことはさ、もしくは聞いていたが綺麗さっぱり忘れてしまったとかね。民主党内で予備選とっくに済んでて、バイデンが正式な民主党候補になってるのにどうすんでしょうね、これね。トランプ陣営はただいま撃たれて人が変わった、常識的になった。
キャンペーン中だそうであります。これが意外と功を奏している模様。今までの筋金入りの支持者は常識的なトランプなんて見たくないでしょうけれども、その代わりですね、副大統領候補のバンスに過激なことを言わしてバランス取ってるみたいであります。中国は嫌いだ、米国の雇用を奪ってる、米軍は中国に集中すべきなどなど。さてペレ氏のバイデン降ろしは成功するんでしょうか。もうバイデン党とペロシ党に分かれちゃえばいいんじゃねえの。今日の単身です。イギリスで左翼政権誕生。決まってた日英伊による戦闘機共同開発事業が中止になる可能性が出てきました。政権内にですね、切迫した脅威のロシア対策に軍事費を優先すべきっていう声が高まっているそうであります。他国を入れるとですね、その国の用途、例えば日本だったら海守りたいとか、普通なんかは船を攻撃するための戦闘機、とかですね、使用で揉めるから、できたら日本だけで単独開発したいんですけどね。それって技術的に無理なんかな、予算的にもな、日本ならできそうですけどね。できたものの何をしていいかさっぱりわからない子ども家庭庁、出会いや婚活のサポート事業で予算を引っ張りたいとしてできたワーキンググループが初会合をしたそうであります。一番の少子化対策は減税ですよね。なんで予算引っ張ることばっか、金使うことばっか一生懸命なんだろう。それじゃ余計に税支出増えて、増税されて、少子化になっちゃうし、無能ですね。世帯平均子供数は、1.9 人だそうであります。結婚した人は昔とさほど変わらない人数産んでる。一組の夫婦、子供2人いる平均、昔と変わらない。結婚しない人に結婚しろしろっていうのは酷なので、結婚済み夫婦に3人産んでもらう政策が現実的と思うんですけれども、私は、異論は認めます。川口市の貴金属買取店、質屋さんですかね、昔の刃物を持って押し入り、現金約32万円を強奪した坂西信也23歳を逮捕。お金がなかったのでやりました。素直に白状してますけど、普通の人は強盗しないから、お金なくっても、全く許されませんね。昨日の爆発といい、川口市やたら物騒、川に死体が5体浮いたって話もありますし、外国人も暮らしやすい街にとか寝ぼけてる市長がいるとこうなっちゃうんですね。寝ぼけ市長が一人いるとこうなっちゃうんですね。坂西は全国に50人しかいないレア名字だそうであります。全国に約900人いる靴沢よりレアだな。50人しかいないんでは、坂西は元は一族、一家庭っていう可能性もありますね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。